東京オリンピックレスリング女子62キロ級で川井友香子選手が金メダルを獲得しました。レスリングでの金は今大会男女合わせて初めてです。決勝の相手はキルギスのティニベコワ選手。第1ピリオド2対1でリードした川井友香子選手は第2ピリオドでさらに2点を取って4対1と試合を優勢に進めます。終了間際に2点を返され4対3となりますが、なんとか逃げ切って勝利。日本のレスリングに今大会初の金メダルをもたらしました。友香子選手の姉、川井梨紗子選手はリオデジャネイロ大会で金メダルを取っていて、姉妹でオリンピックの金メダリストとなりました。さらに梨紗子選手は明日行われる女子57キロ級の決勝に進出を決めていて、姉妹で同じ大会での金メダルにも期待がかかります。